社団法人東京青年会議所企画委員会本年度委員長を務めております田中貴彦と申します。本日は公務ご多忙の中、このような貴重な機会をいただきまして誠にありがとうございます。精一杯務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。では早速なんですが、まずはじめに高齢化と少子化の問題につきまして、お伺いさせていただきたいと思います。この問題は近年日本国内全体で大きな問題課題となっておりまして、政府もいろいろな形で政策に力を入れている問題だと思いますけれども、北区におきましても本年度いわゆるその65歳以上の高齢者の方々の人口の割合でしょうか、高齢化率が23区内でも最も高い数字になったというふうに伺っております。またこの数字が年々増加しているというような傾向にあるというふうに伺っておりまして、北区内の問題といたしましても非常に緊急を要する課題なのではないかなというふうに考えております。この点につきまして花川区長の今の現状のお考えと今後の政策につきましてぜひお伺いさせていただきたいと思います。区長就任以来、私は子育てと高齢者対策、重点的に取り組んできました。そして子育て支援については、子育てするなら北区が一番という、全庁的な目標を掲げて、取り組みを強化することで、認可保育所の整備や、子ども医療士助成制度を全国に先駆けて実施するなど、一定の成果を上げてきました。7月1日からは子ども医療士助成制度を高校生まで拡大したところでありますが、さらにこれからもこの保育園や学童クラブの待機児ゼロへ積極的に取り組むなど、子育ての不安解消や経済的負担の軽減を図り、子育てするなら北区が一番をより一層確かなものにしてまいります。また私は3期目の就任にあたり、長生きするなら北区が一番という分かりやすい目標を掲げ、優先課題の一つとしました。今委員長さんからもお話ありましたように、北区の高齢化率は23区で最も高く、4人に1人が65歳以上となりました。しかしそのうちの8割が元気な高齢者です。こうした高齢者の皆さんが在宅での生活に不安を感じることがないように、見守りの充実や民間緊急通報システムの導入などを進めるとともに、特別養護老人ホームや高齢者住宅などの施設整備も進めていきます。さらに予防接種補助の拡大やがん検診の充実を図るなど、33万人全ての区民の健康づくりを推進することで、北区に住んでそして長生きしてよかったと思ってもらえるように全力で取り組んでいきます。ありがとうございます。私にもですね、区内に3人の、祖父母とそれから父母がおりまして、こういった今区長からですね、力強い、いろんな政策に関しましてお伺いしまして非常に安心いたしました。また子供を2人おりまして、今8歳と2歳なんですが、実際にその子育てをしている世代の人間からしましても、そういった子育て支援に関するいろんなさまざまな支援をですねいただけるということで、これからも頑張って子育てにも取り組んでいきたいと思います。ありがとうございます。では続きまして、先般3月11日に発生いたしました、東日本大震災に関連いたしまして、震災や、防災に関することについてお伺いさせていただきたいと思います。先般地震の際にはですね、私自身も北区内におりまして、その震災直後の人々の混乱や
それから、まあ、実際に帰宅困難な方々、それから、まあ、車の渋滞などですね、さまざまな混乱を目の当たりいたしまして、改めて震災の恐ろしさを実感した次第でございます。またその後も福島の原子力発電所の問題が今解決していない中で、放射能に関する不安ですね、そういったものも非常にまだまだ問題になっているというふうに実感しております。実際私も先ほどお話しましたように、2人の子供を持つ親の立場からしますと、例えば食の問題が大丈夫なのか、あるいは自分が今住んでいる家、あるいは会社、そういった建物が本当に震災に対して安心安全と言えるのかどうか、そういったことについてやはり不安を感じている部分が非常に大きいです。そのあたりにつきまして原川区長のお考えと政策についてお伺いしたいと思います。東日本大震災はこれまでに経験のない規模の災害であり、東北地方を中心に多くの人命や財産が失われました。区民の皆さんから地震に対する不安や震災時に帰宅は大丈夫なのかといった声、また放射線による健康への影響はないのか、食材は安心できるのかといった声を何度となく耳にしました。まず今回の災害を貴重な教訓として、防災体制や計画の見直しのため、東日本大震災を踏まえた今後の災害対策の在り方検討会を組織し、検討に着手をしました。12月までに結論を出すことになっています。さらに木造住宅や民間マンションの耐震化や木造密集地域の改善を進めるなど、都市基盤の安全性を強化することで安心安全明日の帰宅を実現していきます。また帰宅特有の課題として、昨年7月の集中豪雨により石神川が氾濫し、区内各地で大きな被害がありました。再び同様な被害を生じさせることがないように対策を取ることが喫緊の課題と強く決意をしています。石神川はこの水田橋付近についてはすでに6軒1戸北区により護岸を6メートルへかさ上げする工事を終了しています。また6月からは水位雨量データや河川監視カメラの映像がホームページからご覧いただける情報システムの運用も開始しました。9月には西ヶ原みんなの公園と赤羽自然観察公園に土のうステーションを設置しました。今後はさらに東京都などの関係機関と連携し、抜本的な対策を検討するとともに、学校の校庭に雨水流出抑制施設の整備や区民貸し出し用排水ポンプの購入、取水板設置助成など区独自の対策にも力を入れていきます。福島第一原子力発電所事故による放射線等への対応についてですが、放射線による健康被害を心配する区民の皆様の声に応え、区では学校、保育園、公園等300箇所を超える地点で空間放射線量の測定を行うとともに、土壌とプール水の放射線量を測定し、その結果をホームページへ公開しましたが、健康に影響があるようなデータは計測されていません。今後も状況把握に努めながら、少しでもおかしなことがあれば
区民の皆様の安心安全を図るため必要な対策を講じてまいります。はい、ありがとうございます。実際私ども特にその子供小さい子供を持つ、まあ、世帯におきましては、新聞報道のかなり大まかなその放射線量だけではなく、やっぱり実際に自分たちが住んでいるところの身近の放射線量がどうなのかということにつきましては非常に関心が高いと思います。そういった政策を積極的にやっていただけるということは非常にありがたいことだというふうに感じております。またこれから先まだまだこの震災後の不安に関して安心安全の政策をこう続けていくということは多分息の長い話になっていくと思いますので、引き続き花川区長のリーダーシップをもとにしっかりとした対策政策をやっていただけるように心からお願いしたいと思います。